ありがとう。本日は矢野さん、斉藤手織さんと3人と、東南いらっしゃった七夕祭り実行委員会、福沢雅人実行委員長と、到着でお送りした。3組目の対決は、市内の幼稚園児から大学生らがバトンを受けて、そのうちの地元小学生が演奏する当然マーチングバンドです。その後ろにはバトンとアーリーに落下バトンクラブ、福祉施設などのボランティア活動を持っている花の当然マーチングバンドの戦いです。楽団って？